こんにちは、ワッツです。今回の音楽ができるまでを覗いてみた、僕のねもう長い友人、ギタリストであり作編曲家サウンドプロデューサーでありアイゴンこと相田重和君のですね音楽を僕が案内人となっていろいろ聞かせて覗かせていただこう、そんな客になってます。今日はいろいろアイゴンよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。こんにちは。僕自己紹介で自己紹介お願いします。相田重和です、はい。まあ、なんかアイゴンと、まあ、呼ばれてることが小学校からずっとアイゴンって呼ばれてそうなんだ。妹もアイゴンって呼ばれてるんですけど、まあ、一応そんな一応ギタリストというか、まあ、音楽を、やってます、はい。でまあ、バンドをやりつつなんていうか人に曲書かせてもらったり、映画とか CM なんかとかプロデュースとかもやらせてもらってる。まあ、でここがまあなんていうんですかね、この特にコロナ禍になってこの部屋が重要になってきたっていうか、まあ本当あの吸音も防音もしてないんで、そのスタジオと呼ぶにはちょっとどうかなと思うんですけど、本当色味だけで勝負してる部屋になっちゃってますけどアイゴンとはね今伊藤聖子イザポイットってね、はい、バンドでギタリストベーシストとしてもお付き合いさせてもらってますが、伊藤聖子イザポイットがねツアーに出た帰りに車移動だったんで、まあね、このアイゴンのスタジオに、まあ、荷物アイゴンを下ろしつつ覗かせてもらったらねもうこのスタジオっていうかこの空間ここがめちゃくちゃもうアイゴンやんと思って、ぜひねこの部屋を使わせていただきたいなって、そんなことも思いまして今回もお誘いさせていただきつつ、はい、アイゴンのね音楽アイゴンの頭の中どんなことになってるのかななんてお話をできたらと思いますんで、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アイゴンさんのプライベートスタジオにはギターがずらりと並びます。実はここにあるのは所有しているもののほんの一部、全部で何本あるのかアイゴンさん自身もよくわからないんだそうです。今回はカラフルで自由なこのプライベートスタジオからお届けしますね。アイゴンがこれまでに作った曲のデータを見せて聞かせてもらおうと思うんですが、はい、どんな曲になりますか。はい、トーってバンドのキーボードをやってる中村圭作くんと僕とでやってるマレットっていうグループの、はい、もう何年前になったかのあれですけどカセットテープで出してる曲があってその曲のもう、ね、カセットの、A 面4曲目に入ってるあのクッカードゥードゥルブードゥっていう曲を制作したトラックを見てもらおうかと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。覗いてみた。アイゴンさんらしさはどうやって紡がれていくのか、ワツシさんと一緒に覗かせていただきます。この曲は構成で言うとどんな感じになったの？基本ギターとベース、ドラム。ドラムに関してはもう打ち込みのものなんですけど、うん、で圭作君に渡してシンセとか、うん、鍵盤、まあ、ピアノとかを入れてもらって、うん、僕がなんとなくこう曲の全貌を作ったのを、うん、なんか圭作君もロジックを使ってるんで、はいはい、もうなんかデータをもうこのままロジックファイルごとやり取りして、便利便利、めんどくさがりなのか自分の作り方の一個でもあるんですけど、やっぱなんか一曲通して弾くっていうよりはもうあの構成とかもワンコーラス適当に弾いたものを切り張りして作っていくってことが多いんで、こういうふうになんていうんですかね、ループ状態みたいなね。そうですね、うんうん、ちょっと改めてじゃあ聞かせてもらおうかな、うん、はい。We'll be right back.
やっぱりアイゴンらしいや、ええ、カントリーフレーバーあふれるギターかと思ったらね、いきなりねムーみたいなフィルが入ってっていうか、ね、マリンバが入って、そしてこれ、うん、シタール、そうです ねエレキシタールが入ってますね、入っていてサイケデリックになるかと思いきやね、あっという間に後半のシンセもねどんどんサイケデリックなっていうかねやりたい放題、ね、なおかつこうねハーフになったりブレイクがあったりこうヒップなねフレーズでずっとリズム対話っていう、このミクシャー感がアイゴンだと思いますけど、ちょっとじゃあトラックごとに紹介もしてもらえる、端々をループしてるんだね。そうですね。アイゴンはこのギターを取る時にはどんな録音の仕方をしてんの？はい、基本なんかもう、うん、あのこのロジックに入ってるギターアンプを使うことが、はい、多くて、まあ、はいはい、そのユーザーあの自分のこう音プリセット、はい、うん、プリセット SG だこんなパーってあったりはするんですけど、あ、そっかそっか、はい、このギターを弾く時にはこんな感じでってもうプリセットを作ってあるんだね。はい、そうですね。うん、でまあそれもありつつなんですけど、うん、結構なんか僕やっぱりその自分で実際アンプでやってる時もそうなんですけど、うん、あんまりそんな細かいセッティングってそんなこうなくて、はい、あのミッドを2下げるとかそんなことあんまなくて、大体あのギターのボリュームをちょっと下げるとかいい感じでっていう、はい、そういうのが多いんで、割ともうこのギターを取る時はロジックのこれを使うか、うん、まあそれこそ奥にあるケンパーだ使うか、はいはい、なんていうのかな、ギターにケンパー使ったら、うん、ベースはこのままあのロジック使うか、ね、ロジックで、あ、ギターをロジック使ったらベースはケンパー使うとか、ちょっとそういうあのなんか違う差別化して逆にそこを区別できるようなサウンド作りってことだね、うん、みたいにすることがやっぱ多いかもしれないですね。そして話題はインドの伝統楽器シタールの音が出るエレクトリックギターシタールを使ったトラックの話に移ります。こちらでございます、はい、結構重いんだね。そうですね、これ空洞のはずなんですけどね、うん意外とそうですね、なんかだからあの、うん、細かくエフェクターをチクチクってよりは、うん、だったらもうシタール使っちゃおうかなとか、分かる、アコギ使っちゃおうかなとか、ラップスチール持ってこようかなとかって、ちょっとその足りない技量をなんかそのいろんなものとか、あの足りない教養をメガネかけて補うみたいな。そんな感じで、でもねこうやって弦楽器だけでさ、はい、いろんなこの何音像のいろんなところがさ、はい、うまく埋めていけるじゃない。そうですね、ギターってそれがやっぱりいいよね、アコースティックギターも含めてさ、そんなせっかちだとは思わないんですけど、うん、なんかいろいろこうセッティングに時間をかけるようにパッパッて取ってもうコピペしてみたいな風に作っていく、先へ先へみたいな、そうですね、なんかでそれで見て思ったんですけど、うん、やっぱりそのトラックにディレイをかけるとかしなくて、うんうん、これだからこのギターに一瞬かかってるディレイがここにあるんですディレイも弾いちゃってんだ、ディレイだけこの違うトラックにしてたりとか、なるほどね、もうそのオートメーション書くのとかもはいはいはい、はい、やんなくてトラックを増やしてますね。これもここビットダウンした音のギターが一瞬出てくるの、ビットダウンした、それは何でビットダウンしてんの、これ何でやってるんですかね。僕オートフィルターって書いてあるんですけど、うん、フィルターでやってるっぽくないんですよ。その音だけ聞かせてもらえる？うん。うわ。音が。これを。ディレイも。いい感じにちょっと頭悪い感じになってて。いいね、いいね、いいね。こういう風になってですね。うん、
なんだろう、ヒップホップ以降の作り方でそこは面白いよね。そうですね、これ本当まさにあの、うん、僕だから本当あのギターリストとしてなんかなんていうのかな、譜面見てパッてできるかコードとかもその知識があんまなかったりするから、なんかなんていうんですかね、感覚でそのそれこそあのあれですね、松井さんとの出会いのきっかけになった浅本さんとかと、はい、はい、ラムジャムワールド、そうですよね。音楽プロデューサーの浅本博文さんは、和津さんとアイゴンさんが出会ったきっかけにもなった人物です。80年代後半の日本の音楽シーンに大きな影響を与えた浅本さん。浅本さんに思いを馳せ、アイゴンさんと和津さんは当時をこう振り返ります。浅本さんとかにだから、ループしてサンプリングしたループの中に入ってるなんかギターみたいな感じで弾いてくれとかっていうリクエストされることだから、コードも合ってなくていいし何でもいいんだけど、何しろそのループの中に入ってる全く無意味にも思えるようなギターを弾いてくれみたいなことが結構よくそういうこと言ってたねなんか割とそういう感覚はその時期なんか浅本さんとかから、うんうん、一緒になんかやらせてもらって、なんか僕をピックアップしてもらったのもそういうところかなと思ってはありますね。あの頃すごく学んだのは、うん、音って削っとまたショック新鮮なんだっていうアレンジの仕方で ね、はい、2番の A メロになると急にベースがなくなるとかリズムがなくなるっていうことがこんな新鮮でかっこよくなるんだっていうのは、うん、僕らなんかあの80年代にすごい学んだってよね。確かに、うん、面白い、はい、まさに、アイゴンらしさあふれたトラック作りと曲だったかなと思います、はいはい、覗いてみた。さっきね、あのケンパーにアイゴンが今まで使ってきたいろんなアンプが入ってるって話を聞いたんですが、はい、どんなアンプが具体的に入ってるの？僕ずっとメインで使ってるオレンジってアンプの、うん、はいはい、ヘッドのプロファイルしたものが、自分のアンプの音が入ってますね、うん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 、あの結構ケンパーってなんかその世界中の人がリグをこのデータをやり取りしてそうだよね、うん、いろんな音があるんですけど、まあ一応自分の音も入ってます。それが、アイゴンプリセットもうまさにこの、うん、木村カエラさんの曲を、はいはい、あのイントロで使ったセッティング、まあ、もちろんレコーディングの時はケンパーじゃないですけど、うんうん、この組み合わせなんで割と同じ音が出るんだ。さらに、うん、ちょっとライブとかではよく使う、はい、さらにヘビーな音とか、こういう音とか、あとなって歪んで、はい、うん、これはあのちょっとエフェクトが入ってる。トレモロとディレイがかかったみたいな、はい、これは基本的にはオレンジの音なんですけど、うんうんうん、他にもこうフェンダーのちょっとニューウェーブ的なっていうか、はいはい、これはアイゴンらしいね、はい、ニューウェーブにも行くしサーフにも行けちゃうみたいな、フェンダーのツインリバーブの、ね、なるほどなるほど、まあなんかこんな風にそのリグが入ってるんで、うん、ロジックの使う時もあればこれでバシッといく時もあったり、これにベースアンプも入ってるんでベースを使ったりとかもすることもありますね。もうあの音出したいと思ったら逆にもうこっちに行っちゃったりっていうこともあるのかな。そうですね、はい、うんうん、なんかマーク・ボランの音も入ってるらしいしね、そうですねマーク・ボランの音ちなみにそれはあの、うん、この近い音がこんな音ですね。いいねいいね、もうもうギター何弾いてんだっけって思っちゃうもんね思わず。こんな感じですね、うん、いい時代だね。ケンドリックスでクリエイター向けに行っているサービス、音楽の存在証明について、
バツシさんからアイゴンさんへ拡散してもらいました。存在証明といって、これは何年の何月に相田重和さんが作った曲ですよというのをこうワールドワイドにこう証明してくれるんだな。アイゴンさんの音楽もケンドリックスに登録していただきます。音楽のワブデータ、いつ誰が制作したのかの情報をブロックチェーンに記録し、存在証明ページを発行することができます。自分の音楽を守る一つの手段として、個人で活動する音楽クリエイターなど誰でも無料で利用することが可能です。どうアイゴン、ケンドリックス。そうですね、まだその実感というかそうだね実感はあれですけど、でもこういうものが証明されるんだなっていうことは、分かりましたので、はい、でしかもコンピレーション的にもすごく分かりやすかったんですよ、うん、イージーなんで、うん、僕もなんていうかボツになった曲とかも、ね、どっかで使われるかも可能性があるかもしれないんで、じゃんこうちょっとデモ曲は全部登録してもらったら、はい、してもらおうかなと思います、うん、覗いてみた。そんなわけで、今回の音楽ができるまでを覗いてみた、はい、アイゴンこと相田重和くんに登場していただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。